順調順調。指示しなくてもそれぞれがちゃんとやってくれてるし、俺も楽できる。俺にはやらなければならない大事なことがあるからな。変身。すごくスムーズに擬態できるな。懐かしい人間の体だ。ありがたい。視界は人間と同じだな。スライムの時は後ろまで見えてたけど、魔力感知のおかげだろうな。なあ大賢者、イフリートを捕食したから、あの分身するスキル俺も使えるのかな。はい、分身体含めイフリートの保有スキルは解析完了しています。よしよし、じゃあ早速試してみるか。分身体。鏡がないから分からなかったけど、なるほど、確かにシズさんに似てる。前世の俺の要素は欠片もないな。なんという美少ねんじょ。確認しないわけにはいかないよな。まあもう感覚でなんとなく分かってんだけどさ。息子復活ならずか。中性？いや、性別がない。無性だ。あれ、そういえばさっき人型に擬態するとき、いつもの黒い霧が出てなかったような。はい、本体より体積の大きな存在へ擬態する場合、不足分を魔素を消費して作った黒霧で補います。ほう、ってことは大人の姿も作れるってことか。よし。おお、男寄りにできるか。なかなかイケメンじゃないか。じゃあ次は女寄りに。おお、でストップ、戻れ。いかん、大人の女性の姿にするとしずさんっぽくて背徳感が募る。しかしこうも自由にいじれると俺の分身って感じがしないな。力も俺と同じなのかな。だったらかなり便利なんだが。うん、ムキムキの俺もちっちゃい俺もみんな力は一緒だけど、なんだろう、この損した気持ち、これ単純に俺が二人分頑張ってるだけじゃね。報告は以上であります。ああ問題ない、ご苦労さん。ああ、それと今日もお食事は必要ないのでありますか。ああ、どうせスライムの体じゃ味がしな。うわ、そうだそうだよ、資格が人間並みになったんだったらリグルだ。は、今日から俺も一緒に飯を食うことにする。なんと、では今夜は宴会ですな。うむ、頼んだぞ。せっかく人に擬態できるようになったんだから、美味しいご飯食べまくってやる。メニューは何だろう、肉かな。肉だろうな、肉であれ。となると米も欲しいけど、この世界に稲ってあるのかな。リムル様。おお、リグル、ゴブタ、警備兼食料調達ご苦労さん。ありがとうございます。これから森へ向かうところです。今夜は宴会の予定だ。美味しそうな獲物を頼むよ。今日はリムル様も食べるすか。おおよ、なんせこの体には味覚があるからな。いっぱい食べたらおっぱいも育つすかね。すみません、ゴブタにはきっちりと教育しておきますので。それでは特上のウジカをご用意いたしましょう。おお、頼むな。お任せください。最近は森の奥から移動してくる魔獣が多いので、獲物は豊富なんです。魔獣が多い？何かあったのか。いえ、魔獣は環境の変化などで移動したりしますからね。大したことないと思うのですが。ふーん、よし来い、ランガ。お呼びですか、我が主。
召喚成功だな。念のためリグルたちについてやってくれ。俺も途中までは一緒に行くから。心得ました、お任せください。ところでリムル様はどちらへ？ちょっと新しいスキルを試そうと思ってな。人を巻き込まないように洞窟にでも行こうと思う。承知、リムル様なら心配はいらぬと思いますが、道中魔獣にお気をつけください。ああ、うまそうなのがいたらとっ捕まえてやるよ。なんか懐かしいな。なぜかここに転生してベルドラと出会って、あいつが封印されてただけあってこの洞窟は頑丈だな。シズさんから受け継いだ能力、変質者を試すには誰にも邪魔されないここしかないよな。今の言い方だと犯罪の匂いがするが、シズさんの思いが込められた大事な能力だ。行くぞ。変質者によるスキルの統合分離を行います。様々なスキルを統合し、新しいスキルへと進化させることができます。エクストラスキル黒煙を獲得。早速試し撃ちだ。何これ、えげつない。これも使いどころを考えないとな。そうだ、この仮面魔力を抑える力があるらしいけど、どう？はい、わずかに漏れ出ていた容器が完全に消滅しました。この状態ならば人間と認識されるでしょう。よし、対外向けにはこの格好で出向くことにしよう。似合う？はい、淡白だな。リムル様、個体名ダンガからの思念伝達、静音から救援要請と推測。俺にも分かる、何かあったんだ。いや、お前ら。主よ、申し訳ありません、我がいながらこのような。下がれ、俺が変わる。ただ者ではない、こいつか、こいつがあの時の。大丈夫か？リムル様、申し訳。安心しろ、あとは俺に任せてゆっくり休め。ありがとうございます。なんか、あっちで倒れているゴブリンたちは寝ているのか、どうなってんだ？は、魔法により眠らされております。あの桃色の神の仕業です。魔法か、なかなか厄介な相手らしいな。何もかありません、強力なオーラを感じ警戒していたのですが、まさかオーガに出くわすとは思わず。オーガって鬼だよな。なんか思ってたのよりシュッとしてるな。なんか鎧までつけてるし、っていうかどう見ても日本刀だよなあれ。おいお前ら、事情は知らんがうちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか？正体を現せ、邪悪な魔人め。おいおい、ちょっと待て、俺が何だって？しらばっくれるつもりか。魔物を使役するなど普通の人間にできる芸当ではあるまい。正体を現すがいい。黒幕から出向いてくれるとは好都合というのは。そんな、俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。貴様の言葉など聞く耳を持たない。すべてその仮面が物語っている。あ、仮面？待ってくれ、何か勘違いしてないか？これはある人の形見で。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう。どういたしますか？仕方ない、お前はあの桃色を相手しろ。決して殺すなよ。と言いますと？どうも裏がありそうだし、話を聞く必要がある。邪魔だけしてくれればいい、残りは俺が倒すよ。しかしそれではリムル様がオーガ5体を相手することに。
問題ない。負ける気がしない。さすがは我が主。承知。舐められたものだな。真の勇気か、ただの蛮勇か。その度胸に敬意を払い、挑発に乗ってやろう。後悔するなよ。お前は眠っとけ。スキル、まあ一息。うん、体が悪いな。魔力感知で丸見えだ。転びそうですよ、お嬢さん。なんちゃって。わあ、うん、この刀が、あんなに簡単に。エビルムカデの真一息、ブラックスパイダーの念子講師、アーマーサウルスの身体装甲、うっ、他にも多数の魔物の技を体得しているやもしれません。油断召されるな、若。あのじいさん、俺が捕食した魔物とスキルを一目で言い当てた。手の内を見せすぎるのはまずいかもな。なあ、ここら辺にしないか。そろそろ俺の言い分も聞いてほしいんだが。黙れ、邪気な魔人め。だからな。確かに貴様は強い。だからこそ確信が深まった。確信？やはり貴様は奴らの仲間だとな。奴らって？出なければたかが多くごときに我らオーガが破れるなど考えられぬ。オーク？おい、さっきから何を。あわしも猛毒したものよ。頭をはねたと思ったのじゃが。マジかよ。魔力感知をかいくぐって多重結界と身体装甲まで破ったのか。次は外さん。右腕を失い発狂しない短力は褒めてやる。だが一人で俺たちを相手取ろうとしたその傲慢さが貴様の敗因。確かにな、すぐ調子に乗るのは俺の悪い癖なんだ。化け物め、オーガフレイル。残念だったな。そんな炎じゃ俺は倒せない。本物の炎を見せてやろう。なんというオーラ。周囲のマスを利用した妖術ではありません。あの炎を形作っているのは純粋にあの者の力のみ。炎の大きさがそのままあの者の力。炎の性比べ、結果は明白だろ。どうする、まだやるか。頼むからこれで降参して。若、姫を連れてお逃げください。ここはわしが。危険な、じい。わかっているだろう。悲しいな。我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。だが俺も力ある種族、オーガの次期棟梁として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして何が棟梁か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。それではわしもお供いたしましょうぞ。完全に裏目に出てしまった。どうしよう。お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。バカを言うな、そこをどけ。いいえ。なぜだ。里を襲った奴と同じく仮面をつけた魔人ではないか。お前もそう言っただろう。ですが、冷静になって考えてみてください。これだけの力のある魔人様があえて多くに我らが里を襲撃させるなど不自然です。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできましょうから。おそらく
里を襲った者どもと無関係なのではないかと。少しは人の話を聞く気になったか。何者なんだお前は。俺はただのスライムだよ。スライム？え？本当に。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。ああ似ている気はするが。これにはコーマの力が備わっているようです。しかしあの時の魔人はオーラを隠してはオーラなんだな。では申し訳ない。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。うむ、苦しゅうない。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。いいのか。いろいろ事情も聞きたいしな。そちらの仲間を傷つけてしまったが。そりゃお互い様だしな。死人は出なかったんだし、よしとしよう。それに今日、うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ？そういえば、お前名前は？いや、俺たちにネームドはいないよ。そっか、普通はないんだっけ。そっか、そっか。